どうも、橋本です。どうも、どうもです。どうも、ロイヨンです。ツンです。なんかリスナーさんからよく質問で、はい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 、勉強するときって音楽聞いてもいいんですかみたいな、めっちゃ後編。僕もめちゃくちゃ来ます、その質問。というわけで今回は、はい、そんな音楽というジャンルをサバイグデデーン。はい、というわけで、じゃあ今回はめちゃくちゃもうね、あまり市場にも出回らないというね、めったにお目にかからない BGM を後ほど集めて、あー、なるほど。まあ、今回はですね、はいはい、ちょっとこのキャラやめるんだけど世界の音楽4大ジャンルをね、はいはい、集めてきまして、ロック、ジャズ、クラシック、サンバ。サンバ、サンバ、サンバ。この4つをね、30分間聴き続けながら、今回はですね、こう、まあ、難しい英単語を今から覚えてもらいます。なるほど。はい、じゃあ一応4つ流してみますよ。はい、じゃあまず1つ目、ロック。はい、いきまーす。はい、こんな感じ。あー、ロックや。わかるわかる、このエレキギターが弾いてる感じ。はい、次ジャズ。はいはいはい、カフェとかでね。これはもう入浴選手よ。だってスタバとかがね、勉強する人が多い理由でもあるもんね。次、サンバ。はい、サンバいきます。サンバ一番のどすけんね。あ、すいません。これサンバか。これか。これマジで、これでも一番ちょっときつそう。最後、クラシックですね。はい、これ。はい、クラシックってこれか。これ以上クラシックに入ります。あ、なるほど。結構テンポ早めの。はいはい、じゃあまず、はいはい、誰がどれやるか。おお、すげえ。ほんまに前回、ほんまに前回、ほんまに前回。ただ俺ジャズ嫌なんよ今回。急になぜかっていうと、ジャズで買っても、いや、ジャズだからっすよで終わるから。ああ、じゃあじゃあじゃあ、花畑選ばせてあげるよ。はい、じゃあ、はいはいはい。お前ジャズ了解です。あ、オッケー。俺クラシック。なるほど。何のためのこれや、何のためのこれやね。ロックロックね。じゃあサンバ。はいはいはい。で4人中3人、やっぱね、サンバってやっぱ結構いいやつよね。サンバって言ったらね、サンバって言ったらね、クラシック結構癖強かった。いや、確かに。まあまあ、それはまあクラシックあんま集中できなさそうだよね、パッと見ね。この印象操作やばすぎこの印象強いてきまして。はい、というわけで早速今からやっていきたいと思います。メイクイトパスのリズレクイエムパー。いきまーす。はーい、位置についてよスタート。スタート。むずっ。いや、これきついやろ。うるさすぎるわ。これはガチで集中できんわ。回してませんでした。ごめんなさい。回してませんでした。まあ、僕の作戦なんですけども、やっぱこれ全部覚えるのちょっと厳しいんで、山張っていこうかなって思います。想像以上にこいつうるさいです。まずは知ってる単語を省きましょうね。デリバリーって出産的なんや。枚数がな、1、2、3、4、5枚あるうち、私は忘れた方がいいな。サスセピチャピリ、罹患すけいこ、罹患しやすい。サスセピチャピリ、やばい、ちょっとテンション、勝手に体がデフェクティブ。スイサイド。やばい、あ、めちゃくちゃ和やかになったぞ、これ。さてはこれ、今のうちにこれ勉強するのが得策ですね、これ。ガチでうるさい。うるさすぎる。マジでうるさい。マジでこれ無理や。これ無理すぎる。ウルさん、ウルさんと。待って、うるさいんやけど。めっちゃうるさいわ。逆にもっと音上げたろうかな。めっちゃうるさい、こいつ。ほんまにうるさい。ほんまにうるさい。バイオ、抗生物質。アンチミ。で、これ暗記するときは結構ね、口に出してやっぱ言う。口に出してリズムに乗ったりするのも結構いいかなと思います。アンチマイクロバイブルトラック、アンチマイクロバイブルトラック、アンチマイオールレジスタンス、ミューストライン、シミチュー、ミューストライン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 、
やばいやばい、この音楽やばい、これめちゃくちゃうざい、めちゃくちゃうざい、これやばい、金めっちゃ邪魔されてるこれ今、うん、あ、これトレモロか。満天の空、君の声が。うるさすぎる、これはうるさすぎる。ピニシリンってなんかクルスリンみたいな。ピニシリン、ペニシリンリン王国。抗菌剤、やっぱむずすぎんこれ。抗菌剤とか抗菌薬とか一緒やん。やばい、これやばい、これは、うん、危ねえ、体が乗るとこでした。パブリックヘルス、公衆衛生。もうあと1分です。嘘、はい、マジ30分ですよね。うん、はい、もう28分50です。もう思ったよりいける気がする。あ、心拍か。終了ー、終わりー、終わった、終わりました。よーし、じゃあお疲れ様でした。いただきまーす。はい、じゃあ1回目テストいきまーす。はい、位置について、はい、よーいスタート。はい、はい、積んだ、はい、積んだ、なんて逆やん、逆やんし、そっちか。ちょ、ラスト、ラスト10分絶望級なの、ちょっと。いや、全然わからん、やばすぎ。え、これ短期記憶、俺全然意外といけるかも。あ、これ見たことある、真剣ゼミのとこや。あ、こいつ何だっけ、これ絶対やな。いや、これ全然わからん。ロック、クソうるさかったね。一個だけ言うけど、いやいや、サンバ相当かロック、確かに意味わからんぐらいうるさかったね、うるさかったね。はい、できました。はいはい、全部当てて30点は多分ない。マジで僕一桁の自信あります。俺な、10点はある気すんねんな。俺50分の10はある気がする。いや、ほんま今回は俺ほんますごいね、ほんま。いやいやいや、そういうことはない。これ誰がすごいとかじゃないですか。そう、音楽が、音楽が、音楽が、俺たちモルモットなんや。そうね、今回実験は同じですから。でもモルモットも争っていいじゃないですか。え、同じ能力やからな。同じ能力では、花尾くん。はい、はい、はーい。はい、はい、リンガンくん。はい、キムくん。はい、ブンくん。いや、僕一番しないで僕から言っていいですか。あ、じゃあ、じゃあキムから行こう、キムから行こう、キムから行こう。僕の点数はこちら10点。はぁーい、どうした。うぇー、来た。あ、どうだ、いけた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 。じゃあ、僕行きましょうか。じゃあ、行きますわ。ボックで30分勉強して単語を覚えた私の点数、こちらです。16点おぉ16点でございます。じゃあ、スンクから行っとか。僕行ってきます。スンクから行っとか。はい、ジャズのスン37点でございます。え、わーい、37点。37点、すごい。え、あ、でもやっぱジャズなんや。ジャズすごい。でも、でも、そうだよ、そういうことだよね。スンがすごいとかじゃなくて、ジャズなんや。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 じゃあ、いきますよ。はい、じゃあ、岩原さん、いってください。はい。じゃあ、僕は、こちら。なんで34点。でも、頑張ったくない。頑張って、頑張って。すごい。すごいと思う。すごいと思う。すごくね。すごい。でも、俺多分、ほんまにガチで最初から知ってたのは、3つ。いや、それやばいわ。え、マジですか。うん、3つ、3つ。強っ。だから、お前が一番すごいんよ、多分。この30分で覚えた単語だから。8個ぐらいっすね。うそ。ってことは、花尾が1位じゃん。企画的には。企画的には。企画的には花尾が1位じゃん。クラシックが答えなんじゃん、この問いに対する答えは。確かに。まあまあまあ。どうすか、これ。そうね。そうっす。そうかもしれない。そうっすね。まあ、というわけで、受験生の皆さん。はい。困ったら、カルメン。カルメンね、クラシック。レッテレレ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 
俺が一番強くて最強、みんな見てくれてありがとうね。ポン。